駐在リポートです。洲本市五色町で暮らす家族が趣味として錦鯉の飼育に3世代で取り組み、品評会で高く評価されています。淡路総局のみこそカメラマンが取材しました。3世代で鯉を飼って楽しんでいる家族を取材しました。みこそカメラマンが訪ねたのは洲本市五色町相原にある木下義則さんの自宅です。こんにちは。よろしくお願いします。庭に設置されたプールにはたくさんの錦鯉。義則さんは会社員として働きながら休日を利用して錦鯉の飼育に取り組んでいます。その数はおよそ1000匹。育てた錦鯉で模様が美しいものは品評会に出品しています。主に体長15センチほどの幼魚と30センチほどの若鯉の銀鱗部門に出品していて、国際的な品評会でも総合優勝するなど高い評価を受けています。小学校4年生から9つの時からずっと興味が出てきて、でもずっと今に至るぐらいですね。何が好きって言われたら困るんやけど、やっぱり飽きへんのですよね。まあ癒しの一つみたいな感じで。義則さんが錦鯉に興味を持ったのは父の勝也さんの影響でした。勝也さんも会社員の傍ら錦鯉の飼育に取り組んできました。4年生ぐらいから品評会ずっと一緒に行きよったよ。ついで行きよったな。こういや言うたら寿命は長いからやっぱり楽しみも長いわな。年数がだいぶあるからな。その間やっぱり好きな鯉やったら楽しめるしな。錦鯉の飼育は自宅だけでは終わりません。卵から孵化した稚魚は市内にある池に放して育てます。その池の稚魚から選別を繰り返して模様や体型が美しい錦鯉を見つけるのです。選別は真夏に行うので過酷な作業です。みんながしんどいだろうなっていう選別、暑い時の選別とかがまた楽しいんですよ。僕にとっては夏の楽しみみたいに。この池から選び抜かれた稚魚を自宅の水槽で育てて品評会に備えます。勝也さんが田んぼの様子を確認しています。実はこの田んぼにも稚魚を放しています。稚魚が害虫や雑草を食べてくれるので美味しい米ができるそうです。この地域ではかつては田んぼで鯉を育てる農家が多かったのですが、今では少なくなりました。9月になって稚魚を放した田んぼでは稚魚の引き上げが行われました。人手が必要なこの日、義則さんの双子の息子秀樹さんと優希さんが手伝っていました。兄弟は2人とも会社員ですが、休日には父と祖父が取り組む錦鯉の飼育に力を貸しているのです。ちっちゃい頃とかだったら泥んこになりながら鯉を取ったりしてっていうのは楽しかったの覚えてます。今でもまだそんなに決まったりとかしたいなって本格的には思ってないんですけど、まあ手伝いとかどうせだったらちょっとぐらいは手伝ったりとかっていうのはしたいなと思ってます。次男の方が先やりかけたんですよ。高校の時にですね、次男が前野球しとって淡路の品評会の時来れなかった。長男にちょっと手伝って、で長男に手伝ってもらってて、帰りに
俺も鯉やっていいかって言われたんで、おそらくウェルカムや言って、ほんで結局2人とも、まあ、手伝ってくれるような感じになったんですね。でその時やっぱり嬉しいよね。力仕事の多い錦鯉の飼育では若い2人の存在が大きな力となっています。最近では品評会にも2人が関わるようになりました。品評会もだからあの2人がおれへんかったら、うん、とてもじゃないけど無理ですね。まあまあ僕の手伝いをしてもらうのに品評会のスタッフみたいな形でもやってもらうんだけど、それはもう要領分かってるんでもう任せる感じですよね。今月開催される品評会に出す錦鯉が決まりました。白地に赤の模様が入っていて、背中の一部に銀色に輝く鱗があるのが吉典さんのこだわりです。去年池で育てていた稚魚をここまで育て上げました。木下さん一家が3世代で取り組む錦鯉の飼育はロマンにあふれています。とこも田んぼ貸してくれたり、稲植えてるところも話しさせてくれたり、いろいろ皆さんが協力してくれるから、なんか僕だけおいしいとこ取っとるみたいやけど、なんかまあやっぱりみんな支えてくれてるからね、やっていけてんねやろね。